皆さんこんばんは。テニスのいろいろお話する番組、テニチューブ始めたいと思います。横山です、よろしくお願いします。道場です、よろしくお願いします。はい、はい、前週、はい、急遽お休みは、はい、台風で、はい、横山さんが来れなかったんで、結局大丈夫でしたね来れたね、はい、帰りがね怖いって言ってましたけど、そうだから一応全然大丈夫でしたね。延期しようかって言ったら、はい、案の定全然台風大したことなくて、なんであいつ触りたかったの。千葉は結構やられてますからね、まあ、僕んち大丈夫ですけど、帰れなかったらまずいなと思って。そうまだほら埋め立てだからさ、それは怒られるんで、その場の人は怒られる。全然大丈夫ですから。この間家行ったらだいぶ老朽化も進んでたから、それを置いといて、まあ、すいません1週間お休みさせていただいたので、横山さんの出演回数は特に減ってはないですけど、うん、あのちょっとあの期間が伸びて、そうそうそう、カウントダウンの期間がちょっと伸びたので、皆さんも喜んでいただければ、はいはい、なんで辞めちゃうんだろうというのも書き込みありましたけど、そうそう、まあ、これは最後ね、はい、はい、ビール飲みながらグレングレになりながら、はい、語りたいと思います。よろしくお願いします、はい、ということで今日は、はい、一瞬ちょっとね、本当は前週やりたかったんですができなかったのがこちらのテニランキングでございます。6月度のランキングの発表ができてなかったのでというところで、こちらを今日お伝えしたいと思います、はい、で中には新しいランキングもちょっと今回から入ってきますので、はいはい、楽しんでいただければなと思います、はい、ではやっていきましょう。この番組は、矢野経済研究所様のご協力があって成り立っております、はい、いつもありがとうございます、はい、矢野経済研究所様は、全国のリサーチを、はい、市場調査をされておられまして、テニスに関しては400店舗、はいはい、の、セルスルーですから、はい、実際に販売、お客様をご購入なさったデータを分析なさっていて、その資料をお預かりして皆様に発表させていただいて、トレンドを見ていただくことによってお買い物の参考にしていただければなと思っております、はいはい、ではラケットをやっていきたいと思いますが、早速ですけれども今回は10位がございません。はい、9位同数のものがありましたので、はい、9位からの発表になります。9位2本ありますね、はい、はい、ではやっていきますが、第9位が2本ありますが、前月からランクイン、これね3月に第9位に入っていたイーゾーン98が、3ヶ月ぶりにランクイン、はい、そして同9位がクラッシュの100、これ初です。はい、クラッシュの100、ただね、クラッシュの100って今8色ぐらいあるんだっけ。ああ、そっか、いろんなデザイン、ブリトーとか、はい、ローラン・ギャロスとか、あとは、ノワール黒いやつとか、いろんな色が入っているので、まあガスタにはなってくるんですけども、初の、はい、トップ10ということでね、これバージョン2ですけども、バージョン1の時はね、もう、この多分20年紐解いても1年で売れた数でいけば一番だったんじゃないかぐらいのラケットだったんですけども、ここに来て初ランクインということでございます、はい、次いきますね。第8位が前月7位からランクダウンですけども、シエラなので、まだ初心者の方が6月になってもご購入なさっているので、多分ね、今よく言うじゃない、部活とか入るのって、はい、一気にこう何月じゃなくて、こう、入部する期間が伸びているなんてことが言われるので、多分6月もだと思います、はい、第7位が8位からワンランクアップ、ブレイド98、はい、ブレイド息が長くなってきております。そうですね、7、8ぐらいでずっといてくれているというところかなと思います、はいはい、第6位いきますが、 V コアの100、はい、スピン系黄金スペックというところで、ここがね、 V コアがね、 E ゾーンって落ちていかない感があるんですけど、まあ、V コアってちょっと割とね、トップ3からはちょっと落ちてるのかなという気はしますが、今度サンドベージュ、はい、新色出ますから、また上がってくるんでしょうね。そうです、はい、まあ、やっぱり強いというところですね、うん、第5位が、ピュアドライブというところで、こちらは30周年モデルとか、あとウィンブルドンカラーが、ね、はい、あったりしますので、というところで発売して4年経ちますけれども、まあ、5位、いつも5位です。いや、でも3位のところ入りました、ね、そう、入る、あの30周年出すときは入るし、1位になってない、そうすごいな、はい、第4位いきます。こちらもバボラピュアアイロの100、はいはい、まあ、この辺はね、アルカラスの活躍とかが、うん、まあ、影響しているのが6月なので、まあ、フレンチオープンのところかなと思いますね、はい、そして第3位が4位からランクアップ、スピード MP、
もう、ド定番になりましたね、トップの。はい。そう、ド定番ね。シナーが大きいのかな。そうですね。まあでもね、シナーもこの新しいを使ってないっていうのがあるからね。それでもまあまあ、っていうところ。で、このね、ヘッドのスピードに関しては、登場した時9位だったんですよ。はい。9、7、5、8、4、3。じわじわ下がってくる、はいはい、だからもう今後、はい、トップ5には必ずピュアドライブ、うん、ピュアエロ、V コア、E ゾーンともう一本がスピードになるんじゃないかなぐらいの、うん、もう安定感ですよね。そうですね、はい、1位に行きます。はい、必要ですか。いやもう分かりますけど、はい、あどっちかどっちか分かります、出してください。はい、これ入れ替えました。E ゾーンの 100L と100です。はい、はい、もう自社内での戦いということで、もっと言えばよく供給間に合ってんなぐらい思いますけどね。うん、はいはい、確かに。E ゾーンの100と 100L というところでの1位、2位の争いになっております。で、全部黄金スペックなんですね。そうね、黄金スペックが5から5本。あ、ここは全部黄金スペックね。あ、そうだ。トップ5が全部黄金スペックだ。100L か。あ、1本入ってるね。で、トップ10の中で言ったら、あとを、入ってるのは V コアが入ってるから。はい。はい、で、プラチナスペックが2本から1本、この 100L ね。はい、細マッチョが1から2ということで、ブレードと E ゾーンの98。はい。というところになります。で、ランク外に行ってしまったのが、ビーストの100、285、はい、先月ランクインしてました。はい、そして E ゾーンの100、SL。はい。この辺がランクアウト、から出ちゃいましたけども、というところです。はい。ギセギス行きましょう。ヨネックスが4から4変わらず、バボラ2から2変わらず、ヘッド1から1変わらず、ウィソンが1から2、クラッシュが入ったんでね、はい、クラッシュもしかして特化じゃないよね、まだなってないんだね、じゃないよね、まあまあクラッシュがここに上がってきてると。で、逆に言うとプリンスが2から1ということになってきました。はい、まあ過半数は取られてないですが、ヨネックスが 40% ということになっているという感じですね。はい、まあ、こんなランキングになってきているので、もう皆様お持ちのラケットがどこに入っているかを見ていただくのがいいのかなというところになりますね。はい、ただこの後また新製品が出てくるので、聞いているところによりますと、プリンスのファントムグラファイト、まあ、かなり好調だというのを聞いているので、おそらくトップ10に入ってくるんじゃないかな。で、あと、にぎわしているのは RF、はい、フェデラーのラケット、あの、まあ、どんなラケットかって僕らも全然触ったりはしてないんですけども、とにかく RF で売れていると、うん、ロジャー・フェデラーがつけば、うん、RF ローがつけば、まあ、かっこいいですしね、うん、めっちゃかっこいいですやっぱりね、フェデラー、まあ、ただね、フェデラーがあのラケットでプレーしてるかどうかっていうところだよね、うん、っていうのはありますかね。まあ、僕はボックスよりあっちの方が使いやすいなと思って、だからね、レーバーカップとかにね、パッて来てね、ちょっと息じみで、あれ使ってたらいいけども、うん、おそらくそこで振ってるのはプロスタッフなんじゃないかなっていうね、うん、そこが、まあ、どうなるかっていうので、また勢いが出てくるんじゃないかなという気はしますよね。はい、で、この番組は、ウィンザー天使チャンネル様の、データも拝借しておりまして、6月は時代はパワー系ということを言ってますが、はい、今さっきのトップ、ね、5見ても E ゾーン、E ゾーン、スピード、ピュアアエロ、ピュアドライブだったんで、3本がパワー系だった、はい、じゃあウィンザーの販売状況はどうなのかということで、こちらは、5月の21から6月の20日までのデータになります。発表します。まずトップ10の第10位、ピュアアイロの98、はい、うん、これ R クラスですよ、はいはい、あのメーカーの人に聞いてもピュアアイロがまた売れ出していると。斉藤さんじゃないです、斉藤さんに聞いてもあれなんだあのメーカーの人に聞いたらピュアアイロ100も98も結構動き出していると、まあ多分 R クラスの影響ということもあると、うん、まあキャンペーンもね、いろいろされているというところもあります、はい。第9位が、シエラオース、はい、先ほどの第7位かな、入ってましたけども、やっぱりウィンザーさんでも新入生の購入かなと思います。で、8位が、はい、E ゾーンの98、全体の矢野経済研究さんのデータでいくと10位に入ってたんですけども、今回はこっウィンザーさんでは8位ということになります。そして第7位が7位からそのままのブレイド、6位がそのまま6位からのピュアエロ、これランク変動なし、はい、トップ5いきましょう。第3位が、第3位からちょっと落ちてます、5位が、5位に V コアの100、はい、そして4位がこれまたね、全国と違うんですよね。4位が前回1位だった E ゾーン、3位が前回2位だった 100L、 ということは2位1位はってなりません、
なりますよね、皆さんもね。まあ、一つだけは思いつくけど。いや、一つは思いつかない。あ、分かった。思いつくでしょ。あ、分かりました。第2位、スピード。はい。ってことは、第1位はすごい。ピュアドライ。あれ 2連覇ですかね。え ?2 連覇か。前回もそうじゃないですか。そう。違いました。前回はね、違いますよ。違いました。前回はなんかさっき言ったイーゾン100だったんで。ああ、そうそうそう。前回ね、5位だったんです。ピュアドライです。はい。ただね、そのもう一個前が、あれじゃない、30周年出た時だから、あ、その時3位だ。はい。ピュアドライブと3、違う、ごめんなさい。ピュアドライブは1位だったんだ。ん?どっちの資料だ?あ、こっちじゃねえや。あ、ウィンザー坂だけで行くと、ピュアドライブが、1、5、1。はい、すごい。帰り先。あのね、1出した時、さっきの1位が30周年。はい、で、1ヶ月空いて、ウィンブルドンデザイン。すごいですね。はい、これね。だから合算するとこうなっちゃうんですよ。ってことは、やっぱり世の中一番売れてるのピュアドライブってことよ。そうですね。この4年間でね、だってずっと数えたらと。累積ランキング出したらどういうことになってると思うんですね。ずっとね、同じに使わせてないの。はい。だから皆さんもね、あの、お仲間が10人いれば、6、7人はピュアドライブじゃねえかな、みたいな、はい、なことかもしれませんね。はい。そんなランキングでございました。はい。はい、続いて、ストリングス行きましょう。いつもの通りのストリングスですね。はい、ストリングスも、矢野経済研究さんのデータ拝借しております。ありがとうございます。はい、第10位からの発表いきますが、はい。もう定番化したな。なぜだろう。3週連続ランクイン。ハリケーン。1位。そうですね。今まで、3週でしたっけ?そうそうそう。出たことなかったじゃない。3週、はい、急にね、出てきた。3週じゃない。3ヶ月だ。はい、3週、週月。はいはい。もうぐらぐらになってきたぞ。そうそう。3ヶ月連チャンなんですね。そうそう、そうよ。そうよ。そうよ。そうなはずよ。はい、そうですね。プロハリケーン、そう。え?前回が、そう。9、10、10。はい。ということで、もう新定番になってくるのかなというところでありますよね。はい。続いて第9位が、6位からちょっとランクダウン、AK プロ。はい。はい、第8位が、県外11月の7位から復活ブラストの太い方、太い方、太っちょの方です、はい、そして第7位も4月の8位から、カムバックエクセル、はいはい、バブロが急に元気になってました、ね、はい、第6位が7位からランクダウンですのミクロスーパーの16、第5位が4位から落ちた、レブ、ポリツァーレブ、はい、そして第4位が3位から落ちてる850。ってことは第3位はっていうと、下から上がってきてるのが5位から上がりましたバイフェイス。いっちゃん高いのに3位まで上がってきました。ミクロスーパーは出てきてない。ミクロスーパーはさっきの16だけ。うん、16L は入ってないんですね。はい。そして2位、1位はもういいですね。ブラスト。はい、ポリツァ。ポリツァ。はい。もう楽です。はい、10、20。はい。我々が20ヶ月やってきたんで、ずっと1位はポリツァーでございます。はい。うん、はい。で、ですね、ポリが4から4、変わらず、ナイロンものが3から3、まあ、AK プロ、ミクロスーパー、プロハイケンですね。はい、そして、ナイロンマルチは850がそのままランクイン。ウレタンも2から2なので、あまり変わりはございませんが、全部合わせて、16ゲージが4モデル。17ゲージ、いわゆる 1.25 付近、26とか24とかが6モデル。なので、ナイロンもポリもやっぱり細い方がっていうのは非常にいい傾向かなと思ってます。はい。やっぱりそれだけね、弾きもいいし、柔らかみも出るし、切れるのも早いし。っていうことは、張り替えの需要も回転するし、うん、新鮮な状態で貼ることになるでしょうから、自然と細い方がいいんじゃないかなっていうところですね。はい。まあこれはね、ちょっと売り手の考え方でいきますと、例えばよ、3ヶ月に1回しか切れない人、16貼ってて。これが、2ヶ月に1回切れる17ゲージにしたら、消費量が増えるじゃないですか。はい、3で割ったら、年間4回しか貼り替えないとか、6回になるってことなので、150% 増える。これは、売り手側としてみたら、売上的にはいいこと。お店的にもいいこと。で、皆さんにとっても新鮮になるからいいことだし、もし2ヶ月でね、切れちゃわないんであれば、それは自分にとっての、トゥーデュラビリティ、だから、過剰耐久性能ということになるんじゃないかなって捉えていただければいいのかななんてことを、まあちょっとね、
あの業界にいるから感じてしまうというところでございます。そうですね、大丈夫ですか、異論はございませんか、うん、なんか打感もね、だからよく感じてもらえるんじゃないかな。そうそう、あなたもずっと NX17 派でしたからね。そういう方が大して言ってないのにね。はい、ございます。犠牲数いきましょう。 4X が3から3変わらず、バボラーが2から4ということで、まあ、ハリケーンもエクセルもね、それからブラストも、あ、太い方が、はい、もう入っているので4に増えていると。ゴーセンが3から2、テクニファイバーが2から1ということで、ラケットとはちょっと違っていて、ストリングス界におきましたならば、やっぱりこの4ブランド、4X、バボラ、ゴーセン、テクニファイバーというところかと思います。はい。というようなランキングになっております。そして今回、新たな、もう一つ新しいカテゴリーのランキングを発表したいと思います。こちらも矢野経済研究様にご協力いただいております。ありがとうございます。何かというと、シューズでございます。はい。はい、シューズで、たまに書き込みいただいてたりしたらしいね、あの、シューズのランキングもやってくれなんてことがあったんですが、うん、まずですね、シューズのブランドってどこがあるか。はい、どこがありますか。アシックス。はい。ヨネックス。はい。バボン。はい。ミズノ。はい。あとはニューバランス、はい、ウィルソン、はい、アディダス、はい、ナイキ、はい、プーマ、はい、プーマ違うな、もうないですね、昔はありましたけど、大切なとこ売ってないよ、バブル言ってないね、うるしゃいました、3番目皆さん負け惜しいください、多分言ってない 3番目に本当言った、あ、4だね、どうぞあ、まあ、これ書いてある、まあ、あとプリンスね、ケースイス、ラコステ、うん、はい、とこぐらいかな、あとディアドラ、結構ね、あのブランド数あるんですよ、うん、あるんですが、ここ先にね、ランキング見てもらう前に言っとかなきゃいけないことなんですよ、はい、何でしょうかっていうと、シューズの場合はテニスショップじゃないですか、はい、もっと言えばラケットショップ、もっと言えばスポーツショップにテニスシューズ置いてありますよね、はい、そこに買いに来る人は公式だけとは限らないわけですよ、はい、なるほど、ソフトテニスも入っていくと。ってことはもう僕分かりました、はい、言いたいことは、何が言いたいこと、もう言いたいことまで分かりました、そう、分かってくれるようになった、ようやくもうカウントダウンが始まってようやく先を行ってくる。まあまあ変なし、ちょっとあのつまらないっちゃ変な言い方です。そういうことなんでしょうね。どういうことでしょう。え、いやもう一社独占なのかなと思っちゃった。いやそういうことです。まあそう行く前に、まあそう行く前に行く前にお話があるわけです。はい、ソフトテニスというのはレギュレーションがありまして、購入を取らなきゃいけないわけですよ、はい。で購入取得しているブランドとしていないブランドがあります。で購入を取得しているブランドは今横浜さんがバーッと並べたブランドの中でも取っているのはアシックス、ミズノ、ヨネックス、プリンス、ニューバランス、ウィルソン、ティゴロ、ティゴロってあのアルペンさんのブランドみたいなんですけども、この4ブランドしかないわけですよ。ということは同じシューズを出してもソフトテニスの人も買ってくれる、うん、公式の人も買ってくれるっていう可能性のあるシューズと公式でしか使えないっていうのではもうやっぱりちょっとね、その時点で差が出てきてしまうというのの前提の上でランク発表しますね。はい。ただね、あの、今回初めて、矢野経済研究所さんもデータいただいて、はい、先月、もう1ヶ月前はちょっといろいろ違ったみたいなんですが、今月はたまたま10足が、10? 何足か?10足が1社になってますということ。10足中10足だ。10足ですか、はい。もうどっか言います ?4X ですよ。なんですよね。はい、あなたのお友達がね、開発担当やられてるらしいですけども、10位のうち10位が4X なんで、ちょっとね、番組的にはどうなのかなって。いやいや、これはこれで、はい、あの、ちょっと結果は、そう、発表しますよ。発表しますけどね。いや、それだけすごいいいってことじゃないですかね。じゃあ、第10位はどこのメーカーか。4X。パワークッション206というところでございまして、こちらがね、ちょっと価格的に安いもの。初心者もそうそうそう。だから多分ね、ソフトテニスの方もかなり払われてるんじゃないかなと思います。はい、そして第9位がちょっと高いんですよ。1万5000超えてくるんですけど、パワークッションのフュージョンレブ5。はい。はい、どんどん行きますね。8位。はい。1万円のパワークッションチーム。はい、で第7位がもう読み上げてもらったソニーケージ3、はい、第6位もソニーケージ、はいはい、あ、見たい、行くね、はい、はい、行きますね、はい、じゃあ第5位、はい、パワークッションチーム1万円、はい、ソニーケージ3の1万2000円、これが1万円だ、ごめんなさいね、パワークッションチームですね。3位がパワークッションソニーケージ、第2位もソニーケージ、1位がパワークッション1万6で7200円です。はい、ただね、ここで1個お話ししておきたいのは、トップ10、まあ、ヨネックス1社さんで今回は独占されてますけども、その1月前はちょっと違ってみたいなので、今後どう変わっていくかなんですが、1つの傾向として、10足中、
1,2,3,4 だから6足がオムニ、はい、4足がオール、はい、なのでオムニの方が圧倒的に売れてると言っていい。そうですね、これグリーンが、はい、そうグリーンがオムニです、はいはい、で日本のテニスコート事情を行くとオムニの方がもうすでに多い、はい、もうねオムニしかない県があるとかっていうことも、うん、昔調べたこともあるんですけども、ただちょっとね今ハードコートにまた戻そうという動きも全国的にはあったりするので、はい、今後どうなるか分かりませんが、やっぱりオムニコートが多いでオムニのシューズが選ばれているというところになります。はい、まあね、オムニシューズっていうと、オムニっていうと住友ゴムさんがお持ちのコートの、はい、総称というかね、商品名ですよね。だからスマイル人工芝というのが正しい表記になってくる、うん、でスマイル人工芝っていうのが一部では体にどうなんだろうとかいろいろ言われますよね。いいのか悪いのか、あ、そうなんだ。柔らかいから良いように見えるけれども上目が柔らかくて下が硬いので、はい、こう実は足に衝撃が高いんじゃないか、よく床反力の話をしたこともあると思うんですけど、はいはい、あんまり緩いとねこうグッと力を入れてしまうので疲れるなんてこともあったりします。これいろんな説があるということですね、まあ、ただあプレーをする方からしてみたら雨が降った後とも、ね、しやすかったりとかっていうこともあるんで、うん、オムニがやっぱり多いのかな、はいはい、そしてワイズの話をしていいですか。ウィズの話、はい、トップ10中、うん、3E が6、はい、4E が4、うん、全部3E 以上。これシューズの解説の時に何度かお話しますけども、日本人は8割の方が 2E 以下であると。だけれどもテニスにことを置いたならばそれよりも広いものが売れていると、はい、ここには一石投じたいという話を前からずっとしてますよね、うん、横幅は自身の足よりもちょっと狭めを選んで履いていただいた上の方が紐シューレースという調整器具がこうこう動いてくれるので足にはフィットするんじゃないかなという考え方を持っていると。ただ実際売れてるのは 3-4 であると。そうそう、ラケットスポーツだけですもんね。そう、これ他のスポーツ、サッカー、バレー、バスケは全部 3-4 そうね、 D とかね、サッカーなんか D とかの方が多いんじゃないかなっていうぐらい、テニスコーナーだけどうしてもワイドの広いものが、ラケットスポーツだけなんですよ、バドミントンとか。でだね、もうこれだけは皆さんあの自己ジャッジの方法論として、テニスしました、はい、家帰ります、靴は履き脱ぎます、その時に紐をほどかない方はとにかく見直してほしい、うんうん、この方はもう間違いなく紐が緩いか、うん、まあ、紐が緩いというのもあるんですけど、あのワイズが合ってないんじゃなかろうかなと、うん、勝手ながら思ってるので、まあ、こんなことも言ってるぞと思われるかもしれませんけれども、ワイズはぜひぜひ見ていただければと思います。はい、そんなこんなが、今月の天気ランキングということでお届けしたかった部分で、新たに今回シューズを発表して、はい、まあ、たまたま、6月度は、トップ10が全てヨネックスさんとすごいですね、まあ、すごいね、やっぱあの、まあ、公式はもちろんそうでしょうけども、ソフトテニス界でもねやっぱりヨネックスさんっていう、特にワイドのやつはなんかそんな感じがしますよね。そうね、だってね、まあ、お店でね、例えば横浜さんじゃあ今度まあまあやめて、はい、テンショップやりますと、はい、でグリップテープをね、うん、テンショップでかけるとなったらやっぱりどこ選ぶってヨネックス選ぶよね。なぜならお店に来る人はソフトテニス、バドミントン、テニスって考えたら一番皆さんに当てはまるのはヨネックスじゃない。いや、ウイルスでしょうね、プローバー。いや、なんだけれどもプローバー置いたら、まあ、バドはまだいいけどソフトテニスとかがしてるから、え、ウルソンって何なっちゃうんだったら、そのソフトテニス業界に申し訳ないなと思っちゃいますね。そうね、いや、あれ別に禁止なわけじゃないじゃないですか。そうそうそうなのよ、そうなのよ、はい、横山さんが取り扱うことが禁止かもしれませんけども、うん、というところでございますが、下ろしてくれっていうような内容で今回お届けしました。なのでこの番組は視聴者の皆さんと作るランキング調査になりますので、まあ、シューズをやってくれという言葉もたくさんいただきましたので今回お届けしましたので、はい、今後ね、どう変化していくのかぜひ見ていただければなと思ってますし、それ以外にも、こんなランキングをということがありましたら書き込みいただけたならば、まあ今回はね残念ながらもう横散歩のコーナーがなくなりましたので、うん、これも横山さんが卒業するということになりましたので、うん、横散歩も打ち切りと、はい、もう行くとこもないと、散歩もできないということになりましたので、今後はねちょっとあまり大きないろんなものを取り上げれないかもしれませんが、何かあったら書き込みいただければお調べしたいと思っております。と、はい、いうことでございました、はいはい、の2ランキングお届けしました、はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、大丈夫ですか。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、さようなら。さようなら。